ボリケラ、またはバリケラはバングラデシュの伝統的レスリングである。特にチッタゴン地域で人気があり、このチッタゴン県の県民的スポーツであるとみなされている。クリンチ、投げ技、テイクダウン、関節に、押さえ込み技、固め技といったグラップリング技術が含まれるコンバットスポーツの一形態である。チッタゴンの最古の伝統に一つ。ボリケラの大会は、 ベンガル歴で最初の月の7日目に開催されるマダルシャレンゴーでモッカロボリーキーラとして同じ月の12日目にはジャベラーボリケラとしてラルディジーマイダンで常に開催される。ボリはベンガル語でレスラーまたは力持ちを意味するのに対してケラは競技を示す。したがってボリケラは力持ちのゲームを意味する。 ボリケラはケーダー・バキソによって19世紀末に導入された。バキソはチッタゴン県にあるマダルシャ連合区間のサトカニア軍の地主であった。毎年、ベンガル歴の最初の月にバキソは借地人から税を集めた。次にバキソはボリケラの大会を開いた。始まったのは1879年である。 バキソの死後は、大会は、ベンガル歴の最初の月ボイシャックの7日目に始められ、現在は、モッカロボリー・ギーラと呼ばれる。一方、20世紀初頭にチッタゴンの商人、アブドゥルジャバー・セイア・デジャーが、ボリケラを開いた。セイア・デジャーの願望は、武器を持たない、護身術であるスポーツを、イギリス統治に対して戦う若者を鍛錬するために、育てることだった。 この大会は1907年に始まった。第一次世界大戦が終わるとこのスポーツに対して幅広い支持が広がったが、第二次世界大戦の終わりには弱まった。競技場は円形あるいは四角形であり、少なくとも直径が14から20フィートである。現代的なマットを使うよりも、ボリレスラーは土の床で訓練及び競技を行う。試合は砂地のレズリング場で始められた。 毎年、ボリケラは多くの新たな参加者とファンを引きつける。このスポーツの純粋な楽しさは地元の熱狂的なファンに伝染するだけでなく、バングラデシュへの観光客に刺激的で他に存在しない試合を垣いまみる機会を与えている。多くの国のファンがボリケラを見るために毎年集まる。大会は午後にラバーとサナイの音楽とともにお祭り気分で始まる。 各試合は25分から30分続くが、両対戦者が合意すれば、最終戦は最大10から15分に延長されることもある。ありがとうございます。